ドナウの水の声は、ヨーゼフ・バイヤーが作曲したバレエ音楽。ほとんどが、ヨハン・シュトラウス2世の楽曲で構成されている。1892年5月7日から10月9日まで、ウィーンのプラーターにおいて、国際音楽演劇博覧会が開催された。この博覧会は、前年に開催された、モーツァルト没後100年記念音楽祭に鼓舞された。 パウリーネ・フォン・メッテル・ニヒ公爵夫人が企画したもので、ある。メッテル・ニヒ公爵夫人は、博覧会の呼び物の一つとして、ドナウの水の精と題したバレエ作品を計画し、ヨハン・シュトラウス2世に作曲を依頼した。すでに博覧会のための新作ワルツ、諸人手を取りを、公爵夫人から依頼されていた、シュトラウス2世は、このさらなる依頼を断った。シュトラウス二世は、 ジムロックに当てた3月15日付の書簡の中で次のように語っている。メッテルに非公尺夫人が博覧会のための一幕もののバレエを書くように迫ってきて私は困っている。私に供された題材について言えば、第一にこれに私は全く興味が持てないし、第二にほだされて書き殴るように慌ただしく作曲するつもりもない。私がバレエを書くとすれば、 魅力的で詩的な物語に私が心を動かされる以外にはない。シュトラウス2世に断られたメッテルに非公爵夫人のこのバレエ作品を結局ヨーゼフ・バイヤーが引き受けることとなった。バイヤーは相当な勢いで作曲し当初の初演予定だった9月よりも大幅に早い7月13日に初演を迎えるに至った。シュトラウス2世の代わりに引き受けたバイヤーは 前編にシュトラウス二世のメロディーを用いて音楽を構成した。41曲ものシュトラウス音楽のモチーフの引用が確認されており、その比率はバレエ全体の77%にあたる。以下、引用されたシュトラウス二世の楽曲を列挙する。オトンブルゴワン男爵が構想を練り、フェリックス・デルマンが陰文形式で書き下した。物語は、 前傾と四つの情景に区分される。時は18世紀末のウィーン。ドナウの水のせいであるイサは、シュルツェネグ伯爵に恋をした。伯爵にはすでに婚約者ヘレーネがいたが、イサは、不王から24時間だけ休暇をもらい、伯爵の心を掴んで推定の王国に連れて、帰るべく奮闘する。イサは、花売り娘、上流夫人、漁師の娘などに身を変えながら幾度も伯爵に、 接近するが、その都度、婚約者の父である、バルブルク伯爵に邪魔されてしまう。水の生たちも、イサを応援するが、結局、イサは、伯爵令嬢ヘレーネに勝つことができず、失意のうちに、水の国に戻る。ありがとうございます。